はい、速稼塾の久保です。まあ、私の、ね、運営しているインターネットビジネススクール速稼塾の中には47都道府県1000名以上の塾生さんがいらっしゃるんですよね。もちろん活動を皆さんが、ね、盛んにやってるということではないですけども、今まで速稼塾というものにご興味いただいてお申し込みいただいて、速稼塾塾生としてね、費用をお支払いいただいて参加していらっしゃる方が1000名以上ということでございます。やっぱりね、1000名もいらっしゃると、中には今流行りの伝染病っていうんですかね、流行り病に関わる人もやっぱりね出てくるんですよね。で、今回は直接その人がってわけじゃないですけども、その人がある人から聞いた体験談としてね、ちょっとまとめてくれたレポートがありますので、ここで紹介したいと思います。1つ目、この方はですね、濃厚接触者として検査を受けて、その後陽性反応が出たということです。で、現在は入院中です。で、ちょっと前に2週間の自宅待機っていうのを命じられて、その後で今入院中という経過をたどっています。で、自宅待機中なんですけども、保健所の健康状態管理対象という扱いだったそうです。で、建前上ね、これになると外出は禁止になります。ただ実際は外出はちょこちょこしてたみたいですね。で、外出時はマスクを着用の上、施設に入るときはね、スーパーとかに入るときはアルコール除菌手洗いの指示があったそうですということなんで、まあこういう方でも陽性が出て自宅待機って方は、我々とあんまり変わってない暮らしをしてるかなってことですよね。基本的に自粛で外出せずに、アルコールとかね、マスクっていうのは私たちもやってますからね、あんまり変わらないですね。で、公共交通機関の利用禁止っていうのがあります。で、タクシーはタクシー会社の許可があれば利用可能ということですので、事前に私はこういう状態なんですってことをね、タクシー会社の方にお話しいただくっていう必要があります。で、お仕事をされている方なんですけども、まあ、会社によると思いますけども、有給休暇扱いを取ってくださるそうです。で、保健所からの健康状態管理はどんなことがあるかっていうと、朝晩の電話確認のみだそうです。体温は何度でしたかっていうのを電話で確認されるそうなんで、そんなガチガチのね、暮らしを送ってるわけではなくて、本当緩やかな単なる自宅待機、自粛みたいな感じですよね。で、一定日数経過後、再度 PCR 検査の指示が電話であるそうなんで、指定病院に出かけていって、まあ、検査を受けると。何をするかっていうと、鼻の粘膜採取のみなんで、本当に5分もかからずに終わるそうなんですけども、この方がね、行かれた時は他にも3名ぐらいの方がその同じような環境で検査を受けられていて、ね、30分ほど待ったそうです。で、後日この方ね、陽性の電話連絡があって、ここで入院の指示があったということで、自宅待機から入院に移ったということですね。で、最初の時だけ病院をいくつか選択できるそうなんですよ。まあ、地区によりますけどもね。で、途中からは原則あっちの病院がいいっていうのは変更ができないので、事前にどの病院がどんな設備なのかってことを確認した方がいいですよっていうふうに言われてましたね。例えば個室で、過ごせるのか、シャワーはどこについてるのか、部屋の中なのか、どこかに行くのか、トイレも同じです。で、Wi-Fi はどういう状態なのかとか、売電はそのね、施設内にあるのか、利用できるのか、あとお見舞いが可能なのかどうかってこととかね、事前に確認しておいたら過ごしやすいよってことでございます。そして入院ですね。入院後は徹底的に暇らしいです。食事担当の看護師さん以外、人に会うこともないそうです。で、特にね、専門的な治療をされるわけではなくて、本当にそこにいるだけみたいですね。ただ人生の時間を過ごすだけっていうふうにその方は表現されてたみたいですけどもね。で、どんなに自分が健康だと思っていても、陽性ってものが出ればこういうふうになるそうなんですよ。だから拘束としてはね、1ヶ月ぐらい今こう拘束されてるような状態だそうです。逆に何の症状も出てない人、もしくは検査を受けてない人が日本のいろんなところに今も自由にいると思うと、ちょっと不思議な気持ちがするというふうに言われてましたね。そんな形でね、レポートをいただいたんですけども、最後にちょっとね、意味深い感想が書いてありますんで、こちらの方を皆さんと一緒にね、読んでいきましょう。はい、このレポートをしていて思うのですが、人間らしい生き方とは、誰かを傷つけたり、何かで身の危険を感じたりと、その中で喜怒哀楽の変化激しい毎日が人生だと思ってくるというふうに言われてます。続きます。この安全で何も起こらない平和で暇な自粛時間を過ごしていると、生きることに意味を感じられなくなりそうだというふうに、ちょっと精神的に参ってきてるみたいですね。きっとこんな自粛生活は続かないと、ある程度のリスクや周囲にかける迷惑やいさかい、悲しみを許容しながら、元通りいろいろなことが起こる
本来の人間らしい暮らしをみんなで取り戻した方がいいんじゃないかとさえ思えてくるってことで、こんな日本の状態続かないよってこと言ってますよね。もうある程度犠牲は覚悟で元通り人間らしい暮らししようよ、どうせ人間一度は死ぬんだみたいな思いが私は読み取れるんですけどね。で最後にこういうふうに締められてるんですよ。なんかね、相当思い込めてこの2行書かれてるんだなと思うんですけどね。皆さん今幸せですか？未来に、来月や来年に何か希望を持てますか？って書いてますよね。なんかこれ見てね、最後の2行がなければああいい感想だなぐらいだったんですけど、この2行があることによってこの人自殺するんじゃないかなと私は思ってましてね。心配しすぎかもしれませんけども、確かにもう健康なんですよ、体は。で考える思考力もあるんですよ。でも、まあ、いわゆるね監禁状態に置かれて外に出ていったらやっぱりね攻撃の目とかは気になるんで出ていかないと、とりあえず言われた通りおとなしくしようと思ってもいつこっから出れるのか分かんないっていう風な、なんかまるで牢屋に入ってるような状態に感じる人もいるのかもしれないですよね。もちろん今回の件っていうのは一個人の感想ですから、あの同じような状態がみんなそう感じてるとは私は思いませんけども、まあ、どうなんですかね。これね、仮にこのまんま5月6日が過ぎてね、6月になり7月になりこの状態がこのまんま続くにしても私たちそれに耐えれるのかなと思いますよね。まあ、私はもうずっと隠居暮らしなんで、まあ、何の生活も変わらないんですけども、毎日ねいやいやながらも会社に行ったりとか、トラブルを起こしながらでも友達と付き合ったりとかね、愚痴を言いながら不満の多いこの世の中でなんとか幸せ感じてる中で何にも起きない日々ってのは耐えられるのかなと思っちゃいますよね。だからより今ね心をしっかりと持っていきたいなと思いますし、ちょっと前ねスピリチュアル系の人っていうのがたくさんいてね、占いをしたりとか、まあ、いろんなセラピストさんとかいらっしゃいましたけども、もしかしたらねそういうふうな心を扱う人の力が必要になってくるんではないかなっていうふうに感じてる日々でございます。皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。またねお気づきの点があればコメントなどねメールなどでお寄せいただければと思います。それでは速稼塾の久保でした。まあね希望を持ってワクワクしながら行きましょう。こういうふうなね中でも心は自粛しないように、あんまり悪いこと考えずにね無理やりでもいいから希望を持っていきましょうということで、昔のアニメとかね憧れの、ムービーとかね今インターネットで見れますんでお楽しみください。私はねあのよろしくメカドックみたいなね古い漫画を今読んでたりとか、こういう時だからこそこち亀をね200巻全巻読破みたいなことをちょっとねやってみようかと思っております。それでは失礼します。